はい、どうも皆さんこんにちは。海辺の工務店キマムチャンネル S クラフトの新原です。さあ今日は間取り考察動画ダイジェスト2本目ですね。こちらをご紹介していきたいと思います。今回は平屋スタイルコンパクトハウスの11坪から13坪合計14本をお送りしたいと思います。この動画をご視聴する前に一つだけねお伝えしておきます。 S クラフトが建てているコンパクトハウスシリーズは全て吹き抜けがついています。そしてロフトがついているプランも多数あります。でも真夏暑くならないというのが一番の特徴。これは遮熱という工法を、ね、取り入れているからなんです。というのを前提にこの間取り考察動画を、ね、見ていってください。いってみましょう。間取り動画10番ですね。平屋11坪ロフトもないよと、吹き抜けはあるんだけどっていうプランですね。カバーズポーチもついていて、まあイメージとしてはねコンパクトにまとまっていると。間取りも結構区切られてはいるんだけど寝室6畳取れてたりして、まあ、使いやすいんじゃないかなという感じですね。間取り動画10番なんでかなり前に作ってる間取りになります。上から見ててもね結構使いやすい間取りだなと改めて思いますね。そして中に入っていくと、まあ、吹き抜けにはなってるんだけどちょっとね、今まで作ってる中ではちょっとイメージとしてはやっぱりちょっと前に作ってる間取りだなみたいな感じはありますよね。キッチンとダイニングの使い勝手はいいかもしれないけどリビングと玄関がね直でつながってるとか、ただし水回りはねしっかり区切られていて使いやすいと。そして寝室も広々と。はい、間取り動画31番ですね。 L 型の平屋スタイルと、これはロフトないんですけどこの次に出てくる間取りではねロフト付きが出てくると。ただこの L 型の平屋間取り動画31番なんだけどこの後にこのプランをベースにした間取りがねいくつか出てくることになります。特徴はやはりね玄関と寝室をつなぐこの大きなウッドデッキ、上から見るとリビングはね結構広いですよね。寝室とも、まあ、壁がないリビングと一室でつながっているというイメージなのでセカンドハウス向けかななんて思いながらね作った間取りでしたね。結構なんていうんですかね奥行きがあるように見えるけど実際はそんな多くないんですよね。11坪なんで、ただ窓が多い分明るさをしっかり確保していて使い勝手がいいんじゃないかなというプランでしたね。そして間取り動画32番ですね。今のプランにロフトをつけたもの、実はこれね海沿いで本当はモデルハウス2号を作るのに考えた間取りでした。ただいろいろこう考えていく中でちょっとこれは違うかもしれないななんて思ったんですよね。で実際にこれをねまた間取りを少しいじったものを、まあ、今お客様に提案しているんですけどそちらは非常に使いやすいと。このプラン自体は寝室の上がね吹き抜けになってたりするので、まあ、ちょっと落ち着かないかなと。でもねロフトもしっかりついています。こんな感じでねリビングはねちょっと狭いんですよね。ただ階段下に収納ができてたりとか、まあ、実際に住むにはいいんじゃないかななんて思った間取りですね。ただこの寝室のね吹き抜けこれいらないでしょうというコメントをたくさんいただきました。まあ、ロフトもね畳だと使いやすいかなと。そしてこの間取りは新しい間取りですね。間取り動画66番、平屋11坪と、これは現実的に、お客様が購入しようとしていた敷地に当てはめた間取りになります。いろいろね工夫しました。現地も見に行ったしそこに建てるならどんなプランかなというところで作ったのはこの間取りでしたね。玄関入って、まあ、リビングなんだけど見えないようにこの壁を作ったりとか、
明るさをね取り込むためにどうしようかといろいろ検討したプランですね。一人暮らしベースという内容になります。やはりね、縦壺は小さくてもこの縦の高さね、空間の吹き抜け部を作るとか、ここに明かり取り付けるとか、まあいろんなアイデアを出して作った間取りでしたね。といってもまだ新しいですからね。そしてはい、プロヴァンス風ですね、平屋12坪、これは動画ナンバー18番ですね。実はね、あのいろいろ編集しながらこの間取りはかなりいいなと改めて思いました。はい、この間取りなんですね、まあ、リビングと寝室が一室になってるっていうのはあるんだけど、ランドリースペースをうまく活用するともう一部屋取れると。これで縦壺12坪、気になる方はね、もう一度この動画見てください。動画ナンバー18番です。玄関入って玄関ホールという部分をしっかり作っている、区切っているということで、来客があっても安心して使えますよね。そしてこの水回り動線、キッチンから洗面、脱衣室、そして一坪のユニットバスと、さらにこのね、下に来るとリビングとかも結構広めに取れてて、トイレも別室になっている、さらにランドリースペースがついているなんていうプランでした。中に入ると、これ玄関入ってきたとこなんですけど、玄関ホールがね、広めに取れてるっていうのも特徴。そしてここの引き戸を開けると、はい、トイレですね。でホールからまずキッチンを通って、まあ、水回りに行くわけなんですけど、この動線も悪くないと。そしてキッチンから今度はリビングの方に行ってみると、はい、このイメージね、結構これいいかななんて思うわけですよ。でこの間取りをさらに改良すると、ロフト付きだったりとか、かなりいいプランができるなと改めて思った間取り、プロヴァンス風12坪でしたね。はい、そして平屋12坪ロフト付きと、間取りナンバー25番ですね。これは何かとね、問い合わせが多い間取りになります。なのに視聴回数は結構少ないと。玄関入ってリビングがね、バーンと広がるっていうのもあるんで、建築する場所は結構限られてくるかもしれないですよね。ただロフトがね、結構広いのが特徴です。はい、ロフトね、8畳ありますからね。屋根の傾斜を高めにしてあげると、ロフトがしっかり立って使える部分になると。さらにこの脱衣スペースもね、一坪半取れてたりとか、何かとね、空間は結構広めに取れてると。これだけね、勾配天井になってると、吹き抜けの高さをね、十分活用できているので、明るさもしっかり取れる。ただ玄関入ってね、まあ、この空間がいきなり見えるっていうのは抵抗あるっていう方も結構多いかもしれないですね。ただベースの間取りとしてはこれ非常にいいんじゃないかなと思います。はい、女性一人暮らしね、ホテルライクな平屋12坪、間取り動画40番ですね。これもね、懐かしいですね。実際に、お客様がついていて、お客様と一緒に考えたプラント。女性の方だったので、まあ、実際に住むんだったらどんなプランがいいかなということで、これがあの間取り動画31番をね、ベースにした L 型のプランになってますね。基本イメージは同じです。ウッドデッキから寝室があって、まあ、今の大きな寝室の窓をね、小さくすれば防犯面も安心かななんて感じですかね。そして平屋12坪ロフト付き、間取り動画54番と、これは自分的にかなりね、好みの間取りなんですけど、いまいち動画の再生回数は伸びていないと。ただセカンドハウス向けで作った間取りなので、こういったイメージになってます。はい、玄関入って広々リビング 19.5 畳と、とても開放感のある間取りですよね。本当に週末とか月に何回か息抜きに来るなんて時に、この建物はいいんじゃないかなと思います。ロフトもね、 11.4 畳もついてると。玄関入るとこのイメージですからね。
かなり開放感がある、吹き抜けているというイメージですよね。リビングがあって、さらに外のテラスともね、つながっている空間スペース。これを上手に活用していただきたいなというプランだったんですけど、反響はいまいちだったと。イメージはね、非常になんかこう、非日常でいいかなと思ったんですけどね。はい、平屋12坪、2人暮らし、狭小敷地向けということで、この辺になるとね、だいぶリアリティが増してきてるなと。敷地条件をしっかり設定して間取りを考えているというのが前提にあるので、かなりね、ここのイメージは実際に住んでみてみたいなイメージを皆さんもね、持つことができるんじゃないかなという間取りになりました。玄関入ってワンクッションあるので、リビングがいきなり見えないとかね、リビングスペースの中に洗面スペースを持ってきてるとか、洗面化粧台がね、別に洗面所になくてもいいでしょうっていう考えで作った間取りになります。そして天井はね、ずっとつながっているんですね。なので開放感がしっかりと取れていると。キッチンダイニングも結構まとまってはいて、この壁面収納ね、キャビネットをしっかりと収納できるスペースとして設定しているというのも重要な部分かなと思います。あえてこの通路を作っているのもこの間取りならでは、回れる動線だったんですよね、このプランは。寝室リビングの方から来て、この収納スペースを通ってまた寝室に出れる、ぐるっと回れるというイメージで作っている、なのに縦坪12坪で収まったという、ちょっとね、奇跡的なプランだったかなと思います。はい、懐かしいですね、間取り動画5番ですね。13坪ロフト付き平屋スタイルということで、しかもカバードポーチもついている。つまりこの間取りがね、今までのコンパクトハウスを作ってくる基本ベースにある間取りなんですね。5、6年前に作っているプランなのに、今見ても、あ、結構いい感じだなと。いろんな間取りのベースになってるんで、この辺からね、いろんなコンパクトハウスが生まれてきたんだなっていう印象ですよね。懐かしい。意外に使いやすいですよ、これは。実際に間取りを見ると、はい、リビング、寝室、寝室もね、区切れるようにはなっているし、水回りをね、一室にまとめてみたみたいなプランでしたね。ロフトも結構広々と。やっぱりこの辺から本当にね、いろいろコンパクトハウスの間取りが出来上がってきたんだなって、今見てもそう思いますね。はい、そしてね、平屋13坪2人暮らし向きと、間取り動画17番ですね。この間取りは結構いいです。結構いいというのは、現実的にこれを建てたいという方は多かった、過去形ですけど多かった間取り。これにさらにロフト付きのプランとか後々出てくるので、皆さんね、そちらの方を建てたいということになるんですけど、そのベースになったのがやはりね、この間取り動画17番だったと。このスタイルはね、結構いいかなと思うんですけどね。で、天井も、屋根なりの勾配天井になっているしと、このスタイルはいいと思うんですけどね。はい、そしてね、平屋13坪2人暮らし、しかもロフト付きと、間取り動画34番ですね。これは S クラフトのイメージシートにも載っているので、代表的なプランということになります。この後にこれの15坪プランとか出てきて、実際にそれを建てているお客様もいます。なので、このレイアウトはかなり人気があるレイアウトになっています。ロフト6畳ありますしね。玄関入るとこのイメージなんですよね。そして玄関上がっていくと、このような感じで L 型のキッチンがあって、階段が見えてと、でダイニングテーブルもしっかり設定してあると。ということはリビングが別にきちんと取れているというプランでもある。さらに外にはランドリースペース付き。このリビングの空間の高さがね、この建物の特徴だったのかなと思います。これをね、今現実的に建てていますからね。そしてロフト付きと、ロフト6畳、使えますよね。
はい、女性一人暮らし13坪間取り動画48番と、これは結構ね厳しいコメントが多かったという間取りですね。まあ、女性一人暮らしと言いながらこれどうなのなんていうコメントをいただきました。要はね、玄関開けた瞬間に中が見えるのがちょっとどうなんですかっていう話だったんですけど、今これを改良した15坪プラン建築中です。実際にこのレイアウトのままなので、皆さん興味あったらね、完成見学会来てくださいね。この建物をリアルに見ることができます。上から見るとね、もうこのイメージ、そして実際建築中のももうこのまんまなんで、階段下の収納とかがね結構広いんで、実際見てみると皆さんね驚くかもしれません。玄関を入っていくとこのイメージになってますね。やはりこの吹き抜け部分ね、ここが大きな特徴になって、そしてやはり建築中の現場に行くとこのイメージのプランがそのまま実際に立っているので、自分でもあ、やっぱりこういうイメージになるんだなと、空間の広さはこれだけ取れてるんだなっていうのを実感できるんですね。なので皆さん、これねぜひ完成見学会来てこれを体感してみてください。素晴らしい間取りです。実際は女性一人暮らしの方でも全然大丈夫です。収納もねしっかり取れていて、ロフトもきちんと立てるようなロフトになっていると。そして平屋スタイル13坪ロフト付き間取り動画65ですね。これはエクステリアもしっかりと考えて作ったプランなので、このようなカバードポーチも付けたという内容です。で、実際にこれはかなりいい間取りだと自分は思ってます。これを建てると、まあ、今までのプランの総括みたいな感じなんですね。この12坪13坪なので、当然ながら暮らしやすい間取り、収納もしっかり取れていると。しかもロフトは11畳ですよ。だ、過去の間取りと比べてくると同じ建て坪でもかなりねこう暮らしやすくなってきてるんだなっていうのを皆さんもねこれ見ながら思ってるんじゃないでしょうか。そしてもう無理して洗面所の中に洗面化粧台は入れないと。実際に敷地設定をねしっかりとして建物の間取りを考えていくときちんとしたレイアウトができるんだなと改めて思いました。リビング入ってくるとやはりこの空間、先ほどの間取りと似てますよね。つまりコンパクトハウスの特徴ってここにあるんです。しかも屋根に遮熱工法を取り入れているので、これだけの吹き抜け高さがあってもエアコン1台で夏も冬もきちんと暮らせるというのが大きな特徴。寝室にもね収納を2つ取っています。さらにこのカバードポーチもね有効活用できるというのも大きな特徴の間取りだなと思います。水回りもこのように全部独立してるっていうのも改めてねこう見るとやっぱり使いやすいんじゃないかなという印象は受けます。自分で作っておきながらこうなんか新鮮ですよね。そしてロフトに行くと、はい、この広さ11畳ですからね、素晴らしい。